第4回ホームランド実況プレイ始めます。今回はなんとかの森というところまでね行くというところを始めますよ。ね、癒しの森ですね。癒しの森の奥になんかこう火に強いペンダントがあるみたいな話をしてたので、まあそこに向けてちょっと探索がてら歩いていきたいと思っております。敵はねまあスルーして、あっちゃっちゃかちゃい、ワンタン、食べ物の名前がついてる。でも魔法使ってくるんだ。私も使ってみようかな。さっきさあ、これこれ、いいの呪文ちょっとやってみた。え、範囲魔法なんだ。あー、なるほどね。2本っていうのは2体まで攻撃ができるっていう意味なのね。こっちにもなんかあるじゃん。あ、宝箱あるじゃん。え、あと2人は、どういうこと。はい、着きました、癒しの森。なんか不穏な音楽が。絶対敵いるじゃん。いない。はあ、道がいっぱいある。こっから行こう。待って、これ何、これ何、顔がある。宿屋、ウキキキ、やーやー。怪しすぎない？休むけど。うん。怖っ。怪しすぎる。え、なにこれ。あ、町の人じゃん。毒にやられて動けないようなんだ。カネルの飛躍さえあれば。あー、なるほど。毒消しハーブじゃダメか。あー、そうか、カネルの飛躍ね。わかりました。どっかで手に入れてきて、で手に入れてきて戦じよう、参じよう。じゃあどうしよう。森に来てもしょうがなかったってこと。あー、行けないんだ。あ、この先にじゃあいるんだよね。待って、盗賊か。え、盗賊はどこにいるんだっけ。盗賊がどこにいるかとかっていうのは書いてないので、私の冒険メモにはね一行たりともそんなもじゃないので、こっちじゃない方の左、カネル、ちょっと戦っとくか。なんかこの先強そうな気がする。レベル上げが完了しました。今ですね強さがレベル8ということで、めっちゃ強くなったと思います。ですね、でですね、この持ち物で道具屋さんで、この翡翠のバッジっていうのを買ってみました。少しだけ賢くなるっていうことなんで、ちょっと賢くなったんじゃないでしょうか。まあ何が変わるのかよくわかんないんだけども、特にね、まあ20賢さは上がったよっていう、そういう話ですね。で、この辺は全部探索して、ですね、下の段に行きたいなって思ったんですよ。下の段ですね、この下の世界にね。いっぱいいる。ちょっと技をね。あ、すごい増えてる。タヘナ、やっぱ命の呪文かな。攻撃したい。おお、めっちゃ強い。雷一発はすごいね。もしかしてさ、この子ぶん殴りしない方が強い可能性ある。あれ、どうやって下の段の世界に行くんだろう。いけないな。で、前回行ったこの、あれ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 、ここじゃない。あれ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 、いっぱいいっぱいるる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 、この森？この森？この森は何もなかったんだよね。あ、こっち行けんじゃん。なんだ？あ、クールペンダント。やった！ってことは、せっかくさ、翡翠のバッジ買ったけど、これ同時に装備してんのかな？
あ、だよね、やっぱペンダントとバッジは同じ扱いだよね。だからこれをゲットしたので、ゲットすることに成功したので、ギギギ地下、図書館の地下にね、行きたいと思います。ダッシュで帰るぞ。戦わない。着きました。まあ、この地下にね、まあ、炎をめっちゃ使ってくる敵がいるっていうことで、今バッテリーを取ってきたんですけど、おお、あ、曲がいい。あれ、敵あんまいないけどな。すごい、え、これ本当図書館なのかな。おーおーおー、いる。あ、しかも若干強いじゃん。やばい。あれ、私持ってたよね。使っちゃえ。あ、すごい、雷のが強い。もしかして杖持ってる方がいいのかな。まあ今更ですね。ない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 、ちっ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 。あ、すごい、魔法の専門職がいる。こっちはなんもないね。はい、宝箱剣。あ、持ち物いっぱい。困ったなあ。やばい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 、ちょっと待って。私も、じゃあ私も間違えた。あ、みんな来た。やだ、呪文あんま使いたくないよね。物理物理で、ここで薬草を使って回復して、で持ち物をゲットと。銅の雫、なんか鉄の雫みたいなあったよね。なんだっけ、値打ちがある。あ、売るやつなのかな。あ、売るやつなのかな。売るやつか、早く売ればよかったな。このさ、この魔法を使う時のパウをさ、回復するアイテムを私まだ持ってないんだよね。え、やだな、え、やだな、ここアイテム取り損ねんのめっちゃやだな。どうしよう、戻ってさ、あれ2つ売ってくるわ。今戻ってきて、さっきの宝箱のとこにやってきました。めっちゃ敵がおります。今リンチされてるんですけど、私強いんで大丈夫です。で、欲しかった、ここで。え、あと1人。あ、くっそ、そういうタイプか。なんだよ、わざわざ売ってきたのに。ね、さっきね、ギュンの呪文、ああ、そういう感じか、それはいいや。え、なんかすごいいっぱい来ちゃった。それはやばいな。あ、これはやばいな。え、すごいやばいんだけど。嘘でしょ、こんな、やばいぞ、これやばいぞ。レビアミさん大正解だったな。とりあえず、いや、強すぎる。ちょっと待って、本当に魔法足りない。とりあえず、どうしよう、これやばいな。ちょっと、もうちょいレベ上げするか。しかしな、せっかくここまで来たしな、もうちょいやりたいな。ちょっと死ぬつもりでやるか。復活の石で、ここで来るのはいいぞ。倒れても生き返る。あ、いいじゃん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 、完璧完璧。マジかー。こんなに来る。ちょっと待って、それは無理だよ。スッと、さっと避ける、さっと避ける。待て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 、やめろー。あれ、こいつじゃん。なんか回復のアイテムとか持ってないんですか。そう、うーんとねー、とりあえずじゃあライフ回復するか。57、ちょっと心もとないな。いいや、行くか。右のアイテム取ってないけど。あはーん、ボス戦になっちゃった。
これは死ぬかもわからんな。初ボス戦。うわ、マジか。なんか硬そうなんだけど。でもどっちか死んだらどっちか死ぬんじゃない？これ。くっそ。ちょっと待てよ。なんかいいのない？12パウでしょ。いやー、すごく足りない。とりあえずじゃあ、ダメなのか。あー、無理。くそー、終わった。やり直す？ちょっと待って。これを使えばいいの？使う。うわ、こういう感じか。ちょっと待って。こっちか。あ、もうしょうがないな。もう、銀閣だけに攻撃してこう。あー、無理ー、あー、無理ー。最後の回復だな、これ。あー、終わったー。あ、ダメー。はい、はいー、はいー。くっそー、強いな、めちゃめちゃ。これ全然足りないわ。あ、本当に全然足りない。待って、お金半分になった。あはんはんはん。やったわ。やったわ、これ。どうしよっかな。ちょっとレベ上げするか。くそー、またレベ上げかよ。単純作業。じゃあ、レベ上げして、続き次回、あいつら、ガチガチの兄弟を潰しにかかります。ではまたな。